こんにちはビーーートルルズワールドニュースです今日は修復した1972年のウィングスの2階建てツアーバスがアメリカでのオークションに出品される前にロンドン市内を最終ツアーをするとのニュースです。WNO481 ダブルデッカーはリンダ・マッカートニーとポールが1972年にポール・マッカートニーウィングスを結成した際に主要なツアーバスとして使用された。 11月16日から18日にかけてハードロックカフェナッシュビルで開催されるオークションに出品される前に、10月17日にビートルズの秘書フレダ・ケリーが主催するこのバスに乗る機会を一般の人々が獲得できます。このバスは、ビートルズのアルバム、イエロー・サブマリンのジャケットにちなんでデザインされたサイケデリックなアートワークで塗られ、当初はオープントップデッキに子供用のプレイテンとビーンバッグが備え付けられていた。 この車両はスペインで朽ち果てた状態で発見され、何年にもわたる改装を経て、2022年にエセックス州ソープル総訓の工房でようやく完成した。昨年、バーミンガムのナショナルエキシビションセンターで開催されたクラシックモーターショーに参加した来場者にお披露目され、バンドのウィングスで活躍したサックス奏者、ハウイー・ケイシーが演奏を披露した。このバスが特別ツアーに出発する際、ハードロックカフェ・ピカデリー・サーカスに立ち寄り、 ビートルズの名所をめぐるプライベートツアーに参加する当選者をピックアップします。このバスについて、ジュリアンズ・オークションのエグゼクティブ・ディレクター兼共同設立者であるマーティン・ノーラン氏は次のように語っている。ツアーバスは何世代にもわたってロックンロール・ミュージックの伝説の一部であり、ポール・マッカートニーの1972年ヨーロッパウィング・ス・オーバーツアーバスほど有名で注目すべきバスは他にありません。このの純粋な魔法と愛のキャラバンは ポール・マッカートニーとリンダ・マッカートニーのバンド全員子供たち家族愛する人たちを乗せてウィングスの批評的商業的爆発を目撃した72年の魔法の夏を駆け抜けた私たちはオリジナルの輝きを取り戻し初めてオークションに出品されるこの自動車のスーパースターを提供できることを誇りに思いますまた長年のパートナーであるハードロックカフェとのコンテストを本日発表することができ 幸運なファンの皆様にはビートルズの最愛の秘書であるフレダ・ケリーが同行する究極のポール・マッカートニー・ウィングス・ビートルズツアーの座席を獲得するチャンスがあります。ハード・ロック・カフェ・ロンドンのインスタグラムでその応募が行われます。その内容はビートルズ唯一の秘書フレダ・ケリーが主催する1972年ウィングスバスでロンドンツアーを当てようプレゼントに応募する方法は概要欄にリンクいたします。このバスは 10月17日から10月22日まで開催される音楽オークションのハイライトの一部であり、ハードロックカフェニューヨークとナッシュビルに展示会が向かう前に、ハードロックカフェピカデリーサーカスで展示される、修復した1972年のウィングスの2階建てツアーバスが、アメリカでのオークションに出品される前にロンドン市内を最終ツアーをするとのニュースでした。ここののバスのことについいて補足いたします ポールとバンドがバスに乗って、道の目的地に向かうといえば、マジカルミステリーツアーの世界だと思われるかもしれません。マッカートニーと彼のまだ比較的新しいグループであるウィングスが、その年の初めに行った英国大学ツアーに続いて、ウィングス・オーバー・ヨーロッパの旅程のために明るい装飾の施されたロンドンのオープントップの2階建てバスに乗り込んだ。ポールとバンドは、その年の2月にイギリスの大学を回るツアーを行い、イギリスのファンを驚かせ、喜ばせた。 これは、ビートルズが耳をつんざくような叫び声と必要なファンマニアにもう耐えられないと判断し、1966年にツアー団体としての活動を終了して以来のライブスケジュールであった。1971年末にアルバム「ワイルド・ライフ」をリリースした後、新しい控えめな日程で、物議を醸したシングル曲「アイルランドに平和を」をサポートした。この曲は、その率直な政治的スタンスからラジオで放送禁止になった。 それが今回発表された彼らの名前を誇らしげに、そしてきちんと背中に掲げたバスに乗り込む姿である。ポール・とリンダ・マッカートニー、デニー・レイン、ヘンリー・マッカロー、デニー・セイ・イウェル、そしてマッカートニーの子供たちとロードクルーも同乗していた。ヨーロッパでツアーをすることは決まっていたし、気候もいいし、バスにずっと乗って町から町へ行き、ホテルからホテルへと移動するのはあまり魅力的じゃなかった。だから、 オープントップのバスで旅をすることにしてあちこちに移動しながら太陽の光を浴びたんだとポールは振り返っているちなみにバスに描かれている山は日本人から見ると富士山かと思われますがこの山は富士山ではありませんおそらくあららとさんと思われます富士山にふりふたつしかもふたつの連邦ですこの山は トルコ共和国の東端にある標高3925メートルの小アララトと標高5165メートルの大アララトの2方からなるコにーデが清掃えんの火山です旧約聖書に出てくるノアの箱舟が大洪水の後、流れ着いたとされる山と目されていますつまりはウィングスが乗車したバスは音楽を運ぶノアの箱舟で各地のコンサート会場をアララトさんに見立てたのでしょうねなんとも意味深いデザインです さてこのバスについてはいろいろな話がありますが今日はここまでとなりますご清聴ありがとうございますこれからもビートルズワールドニュースを続けますので応援を含めてチャンネル登録をされていない方はチャンネル登録をチャンネル登録をすでにされている方はビートルズワールドニュースの他の掲載動画をぜひご覧になってください過去の動画でも今見ると知らなかったことや 知っていたけど改めて新しい発見があるかもしれませんではよろしくお願いいたします